ダイエットをしなきゃいけないということで、私も50過ぎてちょっとダイエットしたことあるんですが、失敗しましてですね、大変ですよ。50過ぎると自律神経に来るらしいですね。天井とかなんかぐるぐる回るんですね。そしてもう夜眠れなくなったりとかね、年してダイエットするのはちょっと危険だということを渡辺哲さんが聞きました。あの人もやったそうです。はい、それで、ダイエットの曲も、一曲作っていただきましたので、題名は目標5キロ減という、はい、そういう曲でございます。ちょっとやってみましょうか。キサスキサスキサスの曲に乗せて歌います。こんなに辛い思いまでして水だけ飲んで減らせ減らせ5キロ、わけは聞かないで。私の家族、親父もお袋もデブデブデブ。私の好きな玉のサンド、ハンカチサンド、目の前にして、明日不安と明後日不安と、し明後日も不安と、いやもう明後日も不安と、ここでセリフが入ります。無理なダイエットはいけません。年を取った方には危険でございます。特に私はですね、若い時にはサトルと呼ばれて、サーボーサーボーと呼ばれた見目麗しい少年でございました。そして現在はメタボーと呼ばれております。お気をつけください。私の好きな卵サンド、ハンカツサンド、目の前にして明日にワンド、明後日にワンド、しあさって僕らと、いやもう明後日はどう、たぶん体重は減った減った、5キロ減った減った5キロ、お気をつけてください。